はめてみる。え、ここからか。てか、ここからになっちゃうじゃん。え、戻るの大変だな、おい。いきなりチート化したんだけど。うん。女神二人で一体と、一人と化す。二人で一人と化すってことはさ、何？紫にすりゃいいのか。紫にしてみます。じゃあ、赤と青で紫！おー！東海道の鍵を手に入れた。ん？何時？生贄を金髪の女とす。そう、生贄は。お前だ。あ、金髪だ！おお、あ、なんだ、グロテスクなもんもいるな。なんか今すげえグロテスクなやつもいたんだけど。普通に追いかけられた。でん、でん、でん、でんって言う、襲いかけられた。びっくりした。じゃあ東海道行くか。てかさ、ミア、お前なんか言えよ、さっきので。さっきの時になんか言ってよ、ミア。金髪じゃなくて緑髪じゃねえか、お前。わ、お、明かりがつく。ありがとう。ありがとうね、明かりついて。いやー、ありがたい、ありがたい。暗いからね。ありがたいね。こっちは？植物室と書かれている。開かない。なんだ？ここはなんだ？これは、蓄音機。レコードがないからダメね。彼女は、舞踏会が大のお気に入りである。彼女たちは、ここぞとばかりに着飾り、王子の気を引こうとする。王子は、むやみやたらと着飾る女性は好まない。王子は、動物や植物の愛す心の優しい女性を望む。しかし彼女たちは、果たして王子の本性をご存知なんだろうか。舞踏会の始まりは時計の鐘が鳴り響いてからである。時計の針は、7人の女性すべてが集まってから門をくぐることで鳴り響くであろう。もちろん、彼女たち全員がおいでのを確認してから曲を流しますよ。え？ああ、まあ、それは多分ね、もういきなり、いきなり死ぬんだろうなっていうのわかる。なるほどね。ちょっと開いた。何か明かりがあればいいんだけど。明かりか。じゃあ探してくるか。明かりっぽいのが多分どっかにあるんだろうな。なんだ？こんなんいたっけ？ほら、こんなんいた？さっき。さっきの影はこれじゃないの？見たことない動物だわ。でも可愛い。お腹が空いてるの？どっかに食べ物あったかな？東海道の方から何か外れるような音が。よく聞こえたね。そんな遠いところの。ここは開く。あ！なんだ？あの、左上のやつが気になるな。これはなんだ？何もなしか。単純に植物っていうオブジェか。この草は元気がないみたい。あーで、沖の水をあげれるのか。ここで繋がってくんのね。水をかけてあげた。ハート！よかった、元気になったみたい。あ、果物になった。もしかしてくれるの？ありがとうってなんか、植物と会話するのも怖いけどな。ありがとう！人が出てきたけど。いや、ちょっと怖いわ、むしろ。植物がさ、あんなに喋ってたら。いや、植物だってね、命 あってのものだねって言うからさ、まあ、あるんかもしれないけど、そういうのは。それにしたって今のはちょっと怖いけどな。これでよかったら食べる？さっきもらったの。動物は嬉しそうに果実を食べた。え？花になった。あの動物は？それバナナ浜だわ。レコードとメッセージカードが入っている。ありがとう。どういたしまして。レコードとバラの花束を手に入れた。ああ、え？あれ今何か。ね、動物に戻った後に金髪の少女になったけど。レコードが貼ったやつ手に入ったんで、これで流すことができるね。じゃあレコードを、まあ流すか。早速。確かダメな気がするんだけど。あ、確か俺読んだぞ。ダメだった気がするんだけどね。セットした。
セットするだけならタダだからね。曲を流しまーす。おやおや、まだ皆様が揃われていないのに、実に残念なことです。はははははは。はははははははじゃないんだわ。でだよ、セットして7人の女性はどこにいるんだい？あー !7 人の女性のうちの1人だ。あー、くぐると増えていく。4人、5人、6人、7人。鐘が鳴った。じゃあ、鐘が鳴ったんで、こっちにするか。曲を流す。あ、男性がいる。王子、皆さん、本日は僕のために集まってくださり、本当にありがとうございます。皆さんのようなお美しい方と、今夜ご一緒できるなんて、心から光栄に思います。キャー、王様ー王様、私と一緒に踊ってくださらない？眠りか、いろんなお姫様がいるんだね。何をおっしゃってんの？王子様、私で踊るのよ。皆様、聞いてください。僕にはもう、心に決めた人がいるのです。あ！え？動物と植物を愛す。清らかに優しい心を持った彼女こそ、僕の運命の人なのです。え？というか初対面で？へへへ。そもそも幽霊相手に？さあ、僕の姫、一緒に参りましょう。まあ、マイル一体どこに？え？姫たちのさ、品種買わない？大丈夫？あ、大丈夫やった。ここどこ？一体何ですか？困ります！今私人を探してて。困る？なぜです？あなたは選ばれたのですよ。選ばれた？何を言ってるんですか？その言葉のままですよ。あなたは僕に選ばれた。それは実に光栄で素晴らしいことだ。そうは思いませんか？何を言ってるんですか？私こんなところで遊んでる場合じゃないんです。だからそこを通して、どこに行こうというのですか？うわあ！あら、怖いわ！ひっ！もう逃げられないのですよ。なのになぜそんな抵抗なんてするのですか？逃げられない！いや！うわあ！あ！何？どうなったの？冒頭に出てきた、獣じゃん。ひっ！ここないで！もう、謎の男！おい！やだ、いや、来ないで！下だ！う！おい、大丈夫か？しっかりしろ！おい！ああ！また、この感覚？あ、あれ、また顔がモザイクになった。あれ？ミア？あ、ショートカットになってる。あのね、今日お母さんがクッキー焼いてくれるんだって。楽しみだな。そう、なんだ。あれ？まあ、嬉しくないの？名前、思い出せない。いや、そういうわけじゃないけど。それじゃあどうして？あの、そういうのをうまく、なんか、表現できない。そういうの？表現？嬉しいとか、そういうの。よくわかんないけど、あ、そのままでいいと思うよ。え？だって、あ、だから、無理しなくていいんだよ。あ、そうだ！にあげようと思ってこれ作ったの。これは、この前たまたま見つけたんだ。珍しいでしょう。これを、俺に？うん。よくこんなの使ってたから。形はちょっと変だけど、そんなことない。ありがとう。あ！今笑ったよね。え？笑った笑った。
おお、どこ？私確か、ここは一体どこだい？うわー、すごい、なんて素敵なところ。ね、風景が幻想的になってる。私、化け物に襲われて謎の男もいたからね。大きな黒い何かを目の前に。ああ！化け物だ。うん、さっきの。どうしよう、逃げられない。ちょっと待った。ああ、黒い男。謎の男だね。大丈夫。こいつはお前を襲ったりしないよ。え、こいつは俺の仲間だ。だから安心していい。黒い獣。仲間？ああ。こんな怪しい男を信用しないなんて無理な話だよな。いえ、そういうわけじゃ。無理しなくていい。さっきは悪かった。驚かせてみたいだな。そんな、こっちがパニック起こしてただけですし。パニックも起こすだろうな、こんなところにいたら。怪我はないな。はい、大丈夫です。助けてくれてありがとうございます。いや、いい。無事でよかった。あの幽霊は執着が激しい。一度気に入ったものは何が何でも手放さない。そろそろ消さなきゃって思ってたところだよ。もう、どうした？どうして助けてくれたんですか？そうだね。この謎の男は、さあ、誰かわかんないよ。なんかちょっと想像つくんだけど、私がこんな目にあったのも、あなたの忠告を聞かなかったからだし、自分でも思うんです、自業自得だって。どうしてですか？うん。ところで、探してる奴がいると言っていたな。え、あ、はい。でも、こんな状況じゃ、その人も無事かどうか。いや、多分無事だろう。どうしてわかるんですか？俺は魔術師だから。人間の血とか死には敏感なんだ。じゃあ、どこにいるかもわかるんですか？いや、悪いがそれはわからない。フェルトの魔力は強すぎる。フェルト？この館の持ち主だ。この館に持ち主なんていたんだ。気まぐれな男だ。見かけでも絶対に近寄るなよ。近寄っちゃおう。とにかく、もう知ってると思うが、この方は化け物で溢れ返ってる。うん。フェルトに限らず、さっきみたいに誰にでも近づくな。いいな。はい。いろいろと迷惑かけてすみません。謎の男さん。ああ、俺はアラルド。私は、いい、言わなくて。信用できない奴に教えることはない。え、あ、いや、その、これを、卵！ね、これは卵！多分お前の役に立つと思う。卵？卵をもらった。それじゃあ俺はもう行くよ。あ、それから。ここは一応俺の部屋みたいなところだから。魔力で結界が張ってある。化け物も入ってこれない。何かあったらここに来るといい。場所は、そこの出口を出ればきっとわかる。出口？ああ、魔法陣が出口なんだね。気をつけて。行っちゃった。アラルドさんってここに住んでんの？ああ、そうだね。フェルトとアラルドがいるってことになるんだね。で、この宝箱ずっと気になってんだ。オルゴール？あ、それだけ？オルゴールっていうのを調べることしかできないのか。幻想的だ。ああ、歩けんのかよってか。ここ歩けるんだ。落ちるとか壁判定じゃないんだ。歩けるんだ、地味に。へえ。幻想的な部屋に来たね。卵。温めた方がいいかな。なるほどね。じゃあ、出口。あ！ここなんだ。ここに繋がるんだね。なるほど。オッケー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 。この、違和感のある扉がそこなのか。じゃあまた探索を続けないといけないってことだね。あれ？ここ、そう、鍵かかってたはずなんだけど。あれ？あ、入れるね。あ、ここか。さっきの場所に来たね。さっきの場所。ここは？試着室？今は使わないよね。うわ！花瓶かな？まあ、持ってくものは全部持ってくよ、基本。にしてもな
すごい個性的な部屋ですね。個性的なお部屋ですね。おお、なんだい？ベヒモスについて。奴は、暗いところに住み慣れてるせいか、黒いものには全く関心を示さない。というのは見えていないというべきなのかもしれない。しかし、見えるものすべてに襲いかかってくる習性がある以上、注意が必要である。ベヒモスが多分どっかで出てくるんだろうな。その感じだとな。はい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 。情報収集して、こっち行って、なんだ？鏡の中に住む子供。とある館の鏡の中には、赤い髪の少年が住んでいました。ある日少年は、緑の髪の少女に恋をしました？しかし、鏡の中から出られない少年にとって、それは叶わぬ恋でした。それでも少女は、毎日少年に会いに来ました。少女は毎日花束を花瓶に飾り、少年に見せてあげました。月日は流れ、ある日少女は鏡の前に来なくなりました。少年は寂しがり、これより先の部屋に行けなくしてしまいました。おー！今、鏡がふってなった。ちょっとすいません。失礼します。じゃあ、鏡見るか。はい。鏡見えないね。あ、ほんとだ！先の部屋に行けなくなってる。無限回廊みたいになっちゃうんだ。お、押せる。あー、押せるけど、押せるけど、ああ。じゃあ、素直に押してみるか。ここに、1、2、3して、何かがハマるような音がした。花瓶を置く。で、花を飾る。はい。お花ありがとう。あ、で、これで、開けるわけだね。これはあのお話の続き？やがて、少年の前にあの少女がやってきました。少女も鏡の中に入ってきたのです。少年は優しく微笑むと、少年に花を差し出しました。遅くなってごめんね。一方、鏡の外の世界では、緑の髪の美しい老女の葬儀を取り行われていました。あー！しばらくしてってことはそういうことか！ああ。緑の髪の少女と赤い髪が、男性が、もう一回、あ、もう一回、もう出ないんだ。いや、怖い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 よ。人形だよね。人形なのこれ、怖くない？どれか本物だろう。黒いドレスがある。多分これを試着室で着るんだろうなっていうのはすぐ分かったわ。試着室でこれを着て、あのベヒモスを回避しようってことだろうね。まあもちろんそんなものはね、せずにね、一回ね、ベヒモスっていうのはどういうものかをね、見てみたいと思うんですよ。ベヒモスってどんなの？はっ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 は。走ってくんなよ、お前！